では大宮のメンバーからご紹介いたします。ゴールキーパー笠原です。3バック海家、浦上、市原の3バック、飯田、石川俊樹、そして栗本、岡庭、室井、高柳、最前線今日アンジェロッティです。小島がイエローカード出場停止、2試合連続ゴール中、守備力は今日はベンチスタートです。さあどうする、岡庭です。岡庭はスペースへ、室井が出ている、抜けた、室井圭介、室井のシュートはこぼれ、早い攻撃でした。大宮、飯田、中に運ぶ、飯田スペースへ、アンジェロッティ折り返す、タッシュ、倒れる、笛はありません。そうですね、ちょっと前半にあれ少なかったので、やっぱ今日ちょっとあの後半になってから動きをが出てきているようには思いますね。はい、高柳が最後狙っていきます。宇崎が競って、アンジェロッティが拾う、前向きになったアンジェロッティ、広げる飯田、中4枚来る、飯田仕掛けて縦に行くが、飯田が行く、飯田えぐってきた、飯田マイナス、アンジェロッティ、こぼれ拾う、大本左足振ってきた、笠原、こぼれ、松岡、いや、笠原のキック、アンジェロッティへ、アンジェロッティ入れ替わった、アンジェロッティ、アンジェロッティだ、岡庭です。うん、中に運んだ岡庭石川拾った、高柳入れる、セカンドボール拾う、岡庭シュート、岡庭行く、栗本入れて、ニュー、よーれて、田代だ、田代、入ってましたね。ああ取り返した、室井、高柳前向いた、シュビルトクに預ける、シュビルトクが行った、巻いてくる、拾って石川、会計入れる、いいボールが来た、市原だ、いや、飯田です。高柳、石川、つながって、高柳、守備力、守備力、柔らかいタッチ、高柳、守備力が出ていく、空いたスペースに室井、室井広げる、飯田、さあピンポイントか、飯田のクロス、守備力だ、島村、東山、鋭いクロスだ、その中で3点目仕留めればゲームほぼ決まりですからね。中野、高柳ダイレクト、飯田へ、中守備力、高柳が来る、来るとまた高柳だ、ずらしてきた、飯田フリー、ダイレクトクリア、ニア、跳ね返す、飯田浮かせたボール、後ろから江崎が入ってきた、巻いてくる、海家、西川落として、大橋、足元、守備力、くるっと回った、守備力だ、拾う、石川、守備力、石川、守備力、守備力、シュートだ、そうですね、終盤、まあ、交代選手も、ね、含めてリズム変わったと思ったんですけど。